日本平動物園ではボルネオオランウータンが26年ぶりに里帰りをし、昨日から一般公開されています。長い腕で檻を登るのはオスのボルネオオランウータン、ジュリーです。ジュリーは1993年日本平動物園で生まれ、その後繁殖のために横浜市内の動物園で暮らしていましたが、先月26年ぶりに里帰りしました。同い年ぐらいなので親近感湧きます人に対してすごい興味を持って観察しているので、まあ、そこが魅力的な子かなと思っております。今後はメスのミンピーとの間で繁殖を目指していくということです。